公益財団法人がん研究会は1908年に創立された日本初のがん専門の研究機関である。通称、がん研。がん研は日本におけるがん研究及び治療機関の最高峰の一つとして知られている。がん治療においては国立がん研究センター病院とともに日本屈指の医療機関。がん研究会のシンボルマークはカニであるが、 これはガを英語でキャンサーといい、癌と同時にカニザを意味する言葉であることに由来する。名誉総裁には、上皇、秋人の弟宮、日立宮正人親王を迎えている。ガン撲滅をもって人類の福祉に貢献するという基本理念をもとに、当時の日本の政財官学会の重鎮であった、青山竹道、山際勝三郎、渋沢栄一、 桂太郎が中心となって創立した。高松の宮妃後に東京大学総長に就任する長山太郎等の尽力により1934年に癌専門の研究所と病院を開設した。2005年に長年拠点としていたが手狭となった癌研究会付属病院から広い臨海地区に新設した最新の設備を有する。 癌研究会有明病院に移転し、引き続き、日本の癌研究、診療の一大拠点となっている。病院の移転とともに研究所も同じ場所に移転している。また、有明地区への移転と同時に、国内有数の緩和ケア病床を新設し、終末期医療に対する取り組みも先進的なものとなった。2011年から公益財団法人に移行し、同時に名称を、 がん研究会からがん研究会に改めた以下の組織で構成されている。ありがとうございます。